こんにちは。今日は電気を使った調理方法を紹介します。通常電気を使う調理方法というと、こういったホットプレートを使うやり方が一般的ですね。こちらのホットプレートの裏にはですね、こういうふうな抵抗器が入っているところがあるんですけども、そちらの抵抗器に電流を流して抵抗器を発熱させます。そしてこの鉄板がですね、加熱されることによって、食材も調理できるっていうのが、よくある一般的な電気を使った調理方法なんですけども、今日は少し趣向を変えてですね、全く違った調理方法をします。全く違うんですけども、電気を使った調理の方法です。具体的にどういうふうにするかというと、こちらの食材にですね、直接電流を流して調理します。食材に電流を流す必要があるんですけども、どうするかというと、こちらの電源コードを切ります。こちらの電源コードの中に導線が入っているんですけども、そちらの導線をこちらのステンレスの板に接触させます。で、そしてこのステンレスの板が電極になるんですね。作った電極を食材に接触させることで電流を流せるようになります。ということで、まず電極を作り始めるところから始めます。まずこちらの電源ケーブルの被膜を剥いていきます。こちらのニッパーで切っていきます。どうやらコンセントにこの電源ケーブルを挿したまま、これね、ニッパーで切っていたみたいです。この動画の真似をしようとしている人に絶対注意しておきたいことがあるんですけども、ケーブルを切るときは必ずスイッチをオフにするか、それか必ずケーブルを抜いてやるようにお願いします。こちらのケーブルの被膜を剥いてしまいます。こちらの導線を剥いたところにワニ口クリップを取り付けて、でそしてそこをですね、電気の、絶縁用のテープで固定すれば完成です。次に電極を作ります。こちらのステンレスの板を切って作ります。でパンケーキを作るときにこちらの紙の容器を使うんですけども、こちらのサイズとちょうど合うように電極をですね、切っていきます。こちらの切り出したステンレスの板をこういうふうに紙パックのところに固定します。でこのままだとなんか動いて、こういうふうにですね、ショートして、さっきみたいな感じになっちゃうので、これをですね、ちゃんとテープで固定していきます。温度が高くなっても溶けないようなテープがいいですね。これはこのように電極を固定できたら、こちらにですね、先ほど作ったワニ口クリップをこういうふうに挟みます。でこうすれば調理の容器自体は完成しました。で次にやることは何かというと、こちらのホットケーキミックスのですね、中身をちょっと混ぜます。でこちらのパンケーキの材料をですね、これから調合していきます。ここら辺はね、動画とあんま関係ないんで、適当にやってもらえれば OK です。ちょっと多すぎたかな、入れる順番を間違えたな。先にこちらの計量カップに牛乳を入れてから、ホットケーキミックスの粉を混ぜた方が良さそうですね。100ml 入れます。で、パンケーキの素を、よく混ぜたら、こちらの先ほど作った容器の中に素を入れていきます。で、こちらに生地を流し込んだ後に、ここにコンセントを挿せば調理が始まります。今ここに電流が流れているわけですね。でコンセントを挿した後はここに 100V の電圧が出てきているので、絶対に触らないようにします。で今コンセントを挿した状態でどのくらい電気を消費しているかを測定しています。左から順番に、これは電流値で、こちらが電力の値です。電流はだいたい 2.8A ぐらい流れてますね。消費電力は 280W くらいです。
一番右の数字は力率を見ているんですけども 0.998 なので力率はほぼ1です。なのでこちらのパンケーキはほぼほぼ抵抗負荷として見ることができます。なぜ調理できるのかについて説明します。これはパンケーキの粉と牛乳を混ぜたものです。でこれが電源ですね、コンセントです。こちらの混合物に電極を挿して、でそしてコンセントをつなぐと調理できます。なぜ調理できるかというと、こちらに電流が流れてこの混合物が発熱するからです。こちらの電極と電極の間に水分を含んだ、パンケーキの粉があるんですけども、そちらに電流が流れます。電流が流れることによって混合物は加熱されます。ちなみに透過回路はどうなるかというと、こんな感じですね。これは交流の電源です。そしてこちらに抵抗があります。でこちらが透過回路です。今こちらの電圧を V として、こちらの抵抗値を R とします。そうすると流れる電流は I イコール R 分の V になります。ちなみにこちらの抵抗で発生する熱ですけども、電力 P イコール、I 次乗R イコール、R 分の V 次乗です。これはオームの法則でこうなります。先ほど電力を測定して 280W 消費していました。なのでこちらで 280W 分の、熱が出てきてるわけですね。ここで発生した熱でパンケーキを料理できます。こちらの混合物の抵抗値を求めてみると、先ほど電力を 280W 消費していました。なので280分の V 次乗、電圧は 100V だったので、100V の次乗ですね、イコール、28オームの抵抗値ということになります。一応パンケーキミックスの抵抗値を測ってみたんですけども、300キロオームくらいでした。電極の面積や電極の距離も当然違うわけですから、抵抗値も変わってきます。実はこういった電気用の配線も非常に小さいですが抵抗値を持っています。なのでこちらの電線に電流を流すと電線が発熱します。あまり多く電流を流しすぎると電線は燃えてしまいます。こちらは電子部品の抵抗です。こちらに電流を流してみます。抵抗の両端に電圧を加えて電流を流します。そうすると抵抗の温度がどんどん上がっていきます。このように発熱するわけですね。サーモグラフィーで調理中のパンケーキの温度を測定しています。温度は95度まで上昇して中は蒸しパンのようになっています。この発熱する原理ですが、先ほど説明した通り電流が流れることによって発熱します。調理が終盤になるにつれて消費電力はどんどん減少していきます。先ほどまで 280W 近くありましたが、今は 90W しか消費していません。しかもどんどん低下していっています。これは調理が進むにつれてパンケーキの中の水分がなくなっているからです。調理が完全に終わると電流は流れなくなります。0アンペアになります。つまりどういうことかというと、この中の水分が全て蒸発してしまって水が流れないようになってしまいます。ただ0アンペアになるまで調理を続けてしまうと、多分パンケーキの水分が全部抜けてスカスカになってあまり美味しくないと思うので、ある程度のところで終わりにします。で調理が終わったらコンセントをですね抜いてしまって、そしてこちらのステンレスの電極も取ってしまいます。少し熱いんで気をつけながらこのステンレスの電極を引き抜きます。でパンケーキといったら皆さんもお気づきかと思いますけども、付け合わせにソーセージは絶対必要です。ということでこちらのソーセージにも電流を流して調理していきたいと思います。ソーセージをどのように調理するかというと、こちらのステンレス片をソーセージの先っぽとソーセージの後ろ側に刺してしまいます。でこちらに電極が飛び出ていますけども、こちらの方にですね先ほど作ったワニ口クリップをつなげてしまいます。そうすればこちらのソーセージに電流が流れるので、中がですね温まって調理できるわけです。ちなみにここで一つ豆知識があるんですけども、調理中
調理中のソーセージに LED を挿すと光ります。結構バチバチいってますねこれ。お、光んない。というわけで全部の調理が完成したので、このお皿に盛り付けていきます。というわけで早速試食していきたいと思います。まずパンケーキからね。うん、全く普通のパンケーキですね。あ、でも美味しいです。こちらのウインナーも、うん、これも普通のウインナーで美味しいです。完食です。